は日本の平均年収400万円台の生活が独身と既婚者でどれくらい違うのかについて調べてみました。年収400万円の手取り額や独身・既婚者両方の生活費の違いなど簡単にまとめてみました。それでは説明させていただきます。現在日本では年々若者の結婚離れが深刻な問題になっています。40年前のベビーブームや70年代と比較すると現在は 60% ほどしか結婚していないと言われています。国勢調査では30から34歳で男性はおよそ2人に1人 47.1%、 女性はおよそ3人に1人 34.6% が未婚。35から39歳では男性はおよそ3人に1人 35.0%、女性はおよそ4人に1人 23.9% が未婚となっています。原因はまさに収入が低い、給料が安いことが言われています。独身と家族を持つ場合と同じ年収ならどれくらい生活に差が出るのでしょうか。年収400万円の手取り額は、日本人の平均年収は約415万円です。年収400万円という額は正社員、パート、アルバイト、自営業者、男女に関わらず全ての人をまとめて労働者全員のごく一般的な年収になります。パートやアルバイト、自営業などボーナスがない職業の人ならば400÷12ヶ月=33万円となります。年金や雇用保険料、社会保険料などが天引きされることを考えると給料の約8割が手取りということになります。月額25万円の人は手取り額20万円、月額30万円の人は手取り額24万円、月額33万円の人は手取り額26万円、だいたいこれくらいだと思っておいていいと思います。年収400万円は全体の何パーセントぐらい？国税庁の民間給与実態統計調査の結果から年収300万円未満が全体の約 40% を占めており、それ以上の年収帯は数パーセント台から 17.8% くらいでばらけています。年収400万円の割合は日本人の世帯全体の割合でいうと男女合計で約 15% です。男性だけでいうと約 18% くらいです。独身年収400万円の月々の生活費、独身の方でも住居が実家でランチがお弁当、夕食は家でとなるとほとんど大きな出費がない状態ですね。もちろん家にいくらお金を入れているかでも変わってくると思いますが、次のまとめでは一人暮らしのケースで説明させていただきます。給料月額25万円、手取り20万円、一人暮らし、都内在住、家賃・住宅ローン6万円、食費3万円、光熱費1万円、通信費1万2000円、貯金3万円、その他諸経費2万円、毎月自由に使えるお金3万8000円、家賃はワンルームでも構わないので、都内であれば6万円ほどで借りることができます。余裕があればもう少し高いところでも大丈夫ですね。保険料なども独り身なら高額なものに入る必要もないので1万円以下の掛け金というところでしょうか。将来のために貯金を3万円しても残り3万8000円は遊びなどに自由に使うことができます。一人で暮らすには年収400万円は贅沢はできませんが、特に不自由はない金額です。家庭を持つ年収400万円の生活費、給料月額25万円、手取り20万円、妻、専業主婦、子供2人、都内在住、家賃、住宅ローン7万円、食費4万円、光熱費1万5000円、通信費1万8000円、貯金2万円、その他諸経費3万円、
毎月自由に使えるお金7000円。安い市営住宅に入るなりできれば家賃は抑えられますが、賃貸マンションやもしくは住宅ローンがかかっているという場合、都内では4人で生活できるような家に住むには最低7万円くらいかかりますね。正直この給料で子供2人を育てるのはかなりキツキツと言えます。手取り20万円で4人暮らしは結構厳しいです。やはり妻がパートに出るなりして家計を助けなければ生活はギリギリの状態になります。以上いかがでしたか？これはかなり現実的な金額です。やはり家庭持ちの方がかかるお金が多いのは当たり前なので、生活は厳しいですが、妻がいて子供がいれば、お金では買えない幸せがあるのではないでしょうか。子供が多いと生活は苦しいけど、その人数分幸福度が増すとも言われます。あなたはどう感じますか？人それぞれの考え方があると思いますので、どちらが正解ということはありませんが、自身の価値観と照らし合わせてみるのもいいかもしれませんね。